岐阜県瑞穂市から町九。名古屋から電車で25分、住みよい町として人口も増加中の瑞穂市。実はサボテンの一大産地でもあるんです。日本最大級の規模を誇る義公園。サボテンなどおよそ500万本を栽培し、全国の市場や小売店に出荷しています。そんなサボテン農園を一代で築き上げたのが、赤い帽子がトレードマークの加藤さんです。こんな可愛い面白いのはないということでね、トゲもあるし、ね、花も咲くし、面白いなと思ってね、集めることになったということです。義公園ではサボテンを掛け合わせてオリジナルのサボテンも開発。注目すべきはそのネーミングです。例えばロケットのような見た目のサボテンはナサドリーム、ハート型のこちらはラブラブハートなど、ユニークな名前が付けられているんです。名前聞いただけでどんなもんなのと、そんなサボテン見たいねというようなことを思うような名前にしたい。名前も大切なんです。というわけで、そろそろクイズのお時間です。ここでクイズです。ある童話を元にしたネーミングのサボテンを作りました。どちらでしょう。 A 花咲かじいさん、 B 桃太郎。サボテン愛が止まらない加藤さん、童話をもとにオリジナルのサボテンを命名しました。正解を見れば納得間違いなしです。正解は B 桃太郎です。正解です。こちらが4年前に開発されたサボテン、その名も令和の桃太郎です。ぱっくり割れたサボテンの中からピンク色の新たなサボテンが出てくる、その姿はまさに桃から生まれた桃太郎のよう。すごいですよね。もうあれは早く桃太郎だと思ったね。これはもうみんな言ったって覚えるね。あれ桃太郎だ、うん、サボテンを愛してやまない加藤さん、こんな野望もお持ちで。サボテンでね、世界遺産作りたい。現在樹齢100年だという巨大なサボテンをもっと育てて、世界遺産級のサボテンにするのが夢なんだそう。5メーターぐらい、ね、大きさにして世界遺産にする。それには500年まだかかります。そのぐらいの大きいものには世界にどこにもありません。いろんな方、海外からね、来ていただいて、瑞穂市素晴らしいね、サボテン素晴らしいね、日本に来てよかったと思う風になってしたいということ。